はい、どうも水溜りボンドです。お願いします。サブちゃんです。はい、お願いしますこれの、あの賞味期限がやばいから食べる。ご飯食べてきました。ちょっとで、じゃあ普通にやっても面白くないから、5個ぐらい料理があるんですよ。引いたのを作って食っていくっていうのでまずちょっとこれ出し、切って出して、はい、俺選んでいいですか。いいよいいよ、選んでいいよステーキ楽でいいなマンズの回答が甘くて硬いちょっとそれ言わないで大丈夫ですかそれ。シャリシャリいや、誰のせいだ誰のせいだ。いや、まあ、ローストビーフもう完成ですか一品目一枚でいく、とりあえず。はい、とりあえず焼こう。おー、はい、なんか美味しそう行きましょう。いや、マジマジ行くよ。はい、うわでも美味しそう、めっちゃ。オッケー、任せてくださいでいこう、ステーキ。あ、美味しそうです。美味しいよ、絶対。いただきます。うん、美味しい。いただきます。これ本当にちょうどいいかも。バターが美味しい。いただきます。いける。美味しいですいや、なんか嬉しいわ、なんか牛丼とか来たらめっちゃきつくない牛丼引いちゃったらめっちゃきつくないご飯あるんですか。ご飯ですよ。残り 80% ぐらいじゃないですか。いやでも結構あんな、しゃぶしゃぶとかがちょっと楽かもしれない。あー確かに、はい、すっきりしてる感じね。タレ買ってあるから。はい、いいよ。いいよ。バッカー！バッカーなんだよ、お前は牛丼は違うってしっかり回収してます。おい、牛丼は違う、お前やりましたじゃないんだよドラフト当てましたじゃないんだよ黄金の左手おい、牛丼は無理、牛丼は食えねえ今なんでこれ書いてあるんで最悪じゃん。書いてあるんで。で、牛丼作ろう。はい、もう牛丼用の肉じゃないから、こうやって薄くこうやって切ってね。誰か賛同して俺の肉の切り方にで、これなんか多分玉ねぎを刻んでいくんだよね。はい、指を刻み散らかしてた時に俺は。いやいや、お蔵入りです。はい、入れてと。煮立ってきたんで、また牛肉を入れていきます。ひと煮立ちしたら中火ですね。ひと煮立ちしたら中火、はい、中火美味しくなるぞ、これ絶対。いや、めちゃくちゃ美味しそうですね。ね、これをかけていきます。あ、これ美味しいわ、絶対。ほら、見て。うわ、うん、美味しい美味しい、あったかくて美味しい。本当ですか。あったかくて美味しい。いや、全然美味しいですなんかすげえ美味しいですいいな、悔しいですね。肉の感じもちょうどいいですね。いや、なんか細かく切れば別に牛肩ロースでも全然、はいはい、牛丼のお肉としては成り立つね。でも半分は来たら多分ね。そうっすね、薄くしてこれいってるから。どれだったら嫌だ。俺はビーフシチューが嫌ですね。ビーフシチュー嫌だね。作ってないでお腹いっぱいになっちゃいますよ。いや、あ、右手に変えましょう。あ、そうだ、ね、左手だと黄金の左手黄金の左手。ビーフシチュー引いちゃう。いいですか。いいよ。バカ野郎だよ、お前はお前はバカ野郎だよ。行かせてませんオッケー、ビーフシチュー作ろう。丸いとこでこうやってできてるの、それ。これできてます。あ、すげえ。それ食ったら死ぬの、そこ。これ死にますね、これ。あ、そうだね身近に危険潜みすぎでしょ。肉はこんな感じで切りましたね、一口大に。煮立ってから10分ぐらい経ったんで、ビーフシチューのやつを入れます。これ合ってる？水こんな少ないのっけ。ちょっと分かんないですね、マジで。浅瀬だよ今うわ、美味しそうな匂いしてきたぞ。溶けたら煮込みます。はい、こちらビーフシチューですねいや、普通に美味しそうだぞ。そうですね。いただきます。いただきます。いただきます。
く柔らかくて美味しいいきます。美味しい明日最初2人で二郎ラーメン行くんでしょ約束してたんでしょ、はい、頑張ってな食べろ。うるせえな。うるせえな。で、ラーメン食ってきたんでしょ。はい。なんだよ。本当にすき焼きは違うぞ。時間かかります。絶対しゃぶしゃぶがいいんだから。はい、完食しました。いや、本当頼むぞ。なって白滝多すぎねスープパスタみたいになってんじゃん何卵溶いてんだよ夜中の2時だね何卵シュシュシュの時間いただきます。おいしいよめっちゃ食うじゃん本当にめちゃめちゃ食うじゃん。なんでですか、ね、なんでなんだよすごい冷静に食べてる。次はねすごい簡単な多分料理なんですけど、まあ、あとこれですね。しゃぶしゃぶにします。ごまだれとポン酢で食べよう。いただきます。本当にワンストレで頑張んないと。もう石はもうお腹いっぱいだから。まだいけんの。はい、まだいけんの。まだいけんの。なんでだよ、なんでまだいけんの。俺もう結構きついよ、悪いけど。ごまだれおいしい。ごまだれおいしい。え、俺これラスト。俺のこれで。あれ、まだいいっすか。頑張りましたね、もう。本当に頑張ったね。本当に頑張ったね。特にマンズ。すごい頑張った。最後。あと最後。最後めっちゃ硬いんだけど、なんか。なんで。でもコストコこれで食い終わったから。そうですね。こんなにサブちゃん取ると思う。ということで、サブチャンネルでした。ありがとうございました。お腹いっぱいだ。まずいのアイドルだい。ジローです。なんでジロー食いてんだよ。ふざけんなよお前。行きましょう。なんで行くんだ。行かねえだろお前。約束したんだ。行きましょうじゃねえんだよ。絶対欲しいわ。約束したからな。必死で約束したんでしょ、はい、絶対行く。むしろ誘ってきたんだ。じゃあ行こうか。じゃあ行かなきゃならない。絶対そらな、先輩がそんな保護するの違う。楽しみやす。俺楽しみなんかよ。お前楽しみなんかよ。あ、そんな授業楽しみなんだ。